こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、朝起きてすぐやると人生が好転することっていうお話をしたいと思います。毎日ね、寝るからね、毎日寝て毎日朝起きて、まあ、その日一日が良くなればいいし、あとはその自分自身の、人生がですね、どんどん好転していく、まあ、この癖というか、そのようなやってるようなことがありますので、それをやっていただくと、一日ものすごくいい感じになると思いますし、でその自分自身の、ね、人生が好転していくんじゃないかと思うので、それを撮っています。でですね、朝起きて皆さん何やってますか？朝起きてこう眠い目をこすりながらもうすぐ起きちゃう方もいれば、もうここでぼーっとしたりとかね、布団の中でぼーっとしたり、でも大体なんか何もやらない方多いかもしれないですね。私はですね、最近ずっとこれをやっているっていう感じで、すごくね、やっぱりね、幸せなんですよね。で何をねやると人生が変わる、毎日がね本当に幸せな感じになりますので、何をやればいいかということで、今日一日に対して、予祝をするっていうのが、いいと思います。今日一日のもう出来事に対して、ああいい一日だったっていう感じで、その日一日を自分自身が喜ぶってことなんですね。ああ幸せみたいな。もし何かやりたいことがある方は、今日一日のね、これができた、ありがとうございます、よかったとか、そういうのもいいと思いますし、特にね、そういうのを別にやらなくても、あなんか幸せな気持ちで朝目覚めて、幸せな気持ちで一日が始まるっていう風にすると、その波動で一日がいい感じになってくるので、次の日もまた次の日も、そのねいい循環が起きてきますので、そうやってやっていただくと、ものすごくこう自分自身の人生が変化してくると思います。やっぱりそのなんていうの、朝一日の気持ちってものすごい大事じゃないですか、ね、気分悪く起きてでムスッとして一日始まっちゃうとさ、やっぱりなんか誰かに悪口言われたとかさ、誰かにこう何ものすごいこう意地悪されたとか、自分が怪我したとか、なんか電車に乗り遅れたとか、なんかいろいろな嫌なことが起きたりすると思うから、そのねいい気持ちで自分自身が一日が始まることによって、ものすごくやっぱね、いいことがいいことばっかり起こるようになってくると思いますので、このね予祝をねしていくといいと思います。じゃあ、どういうふうにやるかということで、じゃあ朝起きるじゃないですか、自分自身が朝起きていただいた後に、どういうふうにやるかということで、今日一日ありがとうございます、今日一日いい一日だった、ありがとうございますと思っていただいて、でその気持ちを感じていきます。今一緒にやっていきましょう。今日一日いい一日だった、ありがとうございます、幸せ。その時になんか映像とか出てくるかもしれないけど、わーいい一日だった、幸せだな、いろんな人たちに会えてすごい幸せ、みんないい人たちみたいな感じでこう思っていただいてもいいと思いますね。でもこれだけですっごい幸せな気持ちになるじゃないですか、ね、今これでもうかなり波動が変わったのがわかるんじゃないかと思いますね。もう一回やってみましょうか。あとは何かその自分が叶えたいこととかね、例えば今日のところでなんかいいパフォーマンスができたっていうところ、今日何かねやることがあったとしたら、そのパフォーマンスがすごく良かったっていう気持ちになってもいいと思いますので、ちょっと今やってみましょうか。じゃあ今日朝起きた気持ちになっていただいて、あ今日一日パフォーマンスすごく良かったなとか、あの会議ですごいいい発言ができたなとか、私だったらいい動画が撮れて良かったとかかな、うん、じゃその気持ちを感じて、わー幸せー、みんなありがとうとかさ、自分頑張ったな、ありがとうございますっていう感じでこう気持ちを感じる。うん、いいよね、これだけでいいんですよ。これを朝いつもやるだけで人生が変わってる。もう自分自身の出す波動が朝からその波動に変わっちゃうから、簡単だと思いますので、ぜひやってみてください。でここのコツとしては、
ある程度意図を、今日一日のこの終わりのところですね、今日一日良かった、なんか嫌だったっていうのじゃなくて、いい風にね、良かった、幸せだったってやるじゃないですか、最終のところ。そしてその気持ちを感じるのが大事ですね。幸せみたいな、わーって自分自身の気持ちがこう増幅してくるまで、最初はちょっとね、寝起きだから少し寝ぼけながらなんだけど、だんだん幸せだなっていう気持ちっていうのは、私たちってこう波動なので、その波の始まりのところは感じる気持ちがちょっと弱いんですけど、だんだんこうダイナミックになってくるね。ずっと感じてるとここがダイナミックになってくるから、はあ幸せ、わあ幸せみたいな感じてると、こう波がダイナミックになってくるから、わあってこの波動がわあっとこう自分自身の全体を包む感じになったら、ここまで感じていただくといいと思うので、だいたい1分ぐらいかな、最低1分ぐらいやった方がいいんじゃないかと思いますね。そうすると定着すると思うので、でこの中で、あとはそのなんて時間がある方ですね、もうちょっとやりたいなっていう方もいると思うから、そしたらその時、この日一日だけじゃなくて願望も出すといいと思うんですよ。でなんで願望を出すといいかっていうのは、その自分自身のこう何波動がいい状態じゃないですか。朝っていうのはすごい幸せな波動になってるから、その一日の予祝をしてわー楽しいってなった後に、この先のこうなったらいいなとか、なんだろう、これからやる事業がね大成功しましたとか、なんか欲しいものがあったらその家が買えた、ありがとうございますみたいな感じで、自分自身の願望をねその時に一緒に出すっていう風にやっていただくといいと思います。これは別にやってもやらなくてもいいと思いますけど、暇な時一緒についでに出すみたいな、やっていただくといいと思う。じゃあ1個ね、一緒にまた願望出していきましょうか。それがそうなったらどんな気持ちかの気持ちを感じていきますので、このね、気持ちよくなっているところで、じゃあ1個ね、皆さん願望を考えていただいて、何か叶えたいこととかありますでしょうかね。私はそうですね、今家を建てているので、この家がもうすごい早くできちゃったっていう感じで、ちょっと予祝をしていきたいと思います。はい、じゃあ今皆さんの、それが叶ったらどんな気持ちかの気持ちを感じていきましょう。いや最高、もう本当にこういう感じか、なんかあっという間にできた、安くできた安くできてよかったとかね、私の家の場合はね、皆さんもわーって感じて、でそうなった時に自分がどんな風に気持ちを感じるか、気持ちを感じますわーって感じていただいて、でこの気持ちを感じておしまいですね。そう、時間があるときはね何個も出してもいいと思いますけど、一番でも大事なのはやっぱりその朝、今日一日の予祝を最初にやるっていうのが大事だと思います。なんでかっていうと、いきなり願望を出すときにほら寝起きでさ、なんかこの まどろみの中なんだけど、ちょっと具体的にちょっと出せなかったですから、今日一日すごい一日だったっていうのはなんか出しやすいんですね、今日一日のことだから。その気持ちで、ちょっと波動上がった状態で願望を出すってやっていただくといいと思いますね。簡単じゃないですか。これだけでね人生が変わっていきますので、結構それをこう習慣化ですねしていただくといいんじゃないかと思います。私自身もね毎朝やってますし、気持ちよくねやっぱりやってますね。気持ちいい状態を、私はねお布団の中でやったりとか、あとは結構瞑想というかね、朝マントラ読んだりしてるので、その、マントラ読んでる時とか読んだ後とか、両方ねやったりするんですが、いろんなところで、このように今日一日のね予祝を入れながら、いい気持ちになって、一日のね、流れっていうのをやってますので、ぜひ皆さんもやっていただくといいんじゃないかと思います。今日は、朝起きてすぐやると、人生が好転していく方法ということをお伝えしました。ぜひ取り入れていただけるといいんじゃないかと思います。ではでは。